はい、こんばんは、速課塾の久保です。十、えー、10万円の特別定額給付金を予算組み替え案が提出されています。まずはね、えー、国民民主党ですけども、これ、最近ですよ、2月26日の5時半の話ですけども、現役世代に一律10万円、21年度予算組み替え案を出してきてくれてますね。えー、詳細はですね、リンクから、こう、クリックしてみましょうか。時期通信社ですね。うん、新型コロナウイルス対策を拡充するため、 所得税還付による現役世代の10万円一律給付、低所得者は20万円など29兆円を新たに計上するなどなどと書いております。なるほどね。29兆円ならだいぶ行き渡りますね。で、次。これ、私に、ね、はちょっとね、物申したいんですけども、10万円給付求めるツイッターでも開始から1ヶ月を迎えるんですけども、もうこれ、飽きちゃったんですよね、きっとね。だこういうことだと、うん、やっぱり出ないんですよ。 うんだからなんかやばい、訴え続けないといけないんじゃないかなと思うんですよね。我々国民レベルで。本当に困ってる人、本当にね、自分が当事者だと思う人が、まず動いていかないと、そういう人たちが動きを止めるともうね、訴えかける人いなくなっちゃうんですよね。はい、次です。え立憲民主党低所得、低所得者へ10万円給付法案ということですね。これも予算組み替え案、朝日デジタルでございます。立憲民主党が、 コロナ特別給付金法案をまとめたということでございますね。えー、これもだから2.7兆円で対象2700万人ね、住民税非課税世帯、またはコロナの影響で家計が急変して収入が住民税非課税の場合と同水準にある人が対象ということですね。 その他、こちらの方も見てくださいね。大学生でアルバイト収益が大幅減の人、個人事業者、フリーランスも含むと、などなどと書いております。ね、野党の方は結構ね、頑張ってくださってますんで、ツイッターでもがね、毎日起こるようにした方が私はいいと思うんですよね。まあなんか心なしか、私はちょっとよくわからないんですけども、YouTube で特別性が付品を訴えかける人も飽きちゃったんですかね。なんか全然、私の関連に上がってこなくなったんで、うん まあ、暑さを忘れれば、何でしたっけ喉元すぎれば、何とあるんですかね。もうね、再生数稼ぎでもいいんで、とりあえず声を出してほしいなと、思うわけなんですけどもね。次ですけども、これが、特別定額給付金と持続化給付金の再支給。うん。まあ、こういうのが出て、事業者が助かると、そこで採用されてた人の給料にも行き渡ると思いますんで、うん、国民に直接給付するのも一つなんですけどもね。 事業が持つことによって、毎月収入源を失わない人が出てくるってのも大切なことなのかなと思いますね。で、ちょっと前の2月10日の記事ですけども、こちらの方も、えー、公明党の斉藤副代表、自家談判での一律10万円給付と書いてますね。これは去年の話なのかな ?2 月10日って書いてるんで、わかりませんけども、ひょっと、 としたら、これ去年のことなのかなと思っちゃうんですけども、いつなんでしょうね。まあでもこういうことがあったということですね。で、え、野党補正予算組み換え言及ということで、これはもうちょっと前、1月25日ですね。うん。で、まあ誰が邪魔してんのかなってことなんですけど、この人ですね。特別定額給付金の再検討を菅総理麻生財務省は否定ということで、毎、ま、日、あのように、まあお金はやらなくていいんじゃないのってことを言ってますね。 うん。まあ、お金に困ってない人はいらないだろうって判断をしますけども、お金に困ってる人は出した方がいいんじゃないのっていうふうなことをね、言うということですね。まあ、麻生財務大臣がいる限りは、日本国民に未来はないということだと思うんですけども、皆さんいかがお感じでしょうか